ニアが来て40週間が経過しました。東京は都知事選挙の時期に入り、街頭演説や様子のおかしいポスターが掲示され、大人が丸ノリで文化祭をやったらこんな感じになるんだろうなと思いながら楽しませてもらってます。さて、最近ニアの朝を切る時間が早くなってきており、朝6時前になると最下級飼い主の近くにやってきて耳攻めをしてきます。平日は1分1秒でも寝ていたいのに、ニアは1分1秒でも早く起こそうとしてきますが、そりゃ攻めた方が強いので、結局起こされて朝ごはんを作り落ち着かせるというルーティンが形成され始めています。だから帰りの電車で気絶したように寝てしまうんでしょうね。もうあんまり早く起こされると睡眠不足でこんな頭になっちゃいます。そんな早起きを推進してくるニアですが、大好きな毛布の上でゴロゴロしていた時に、なぜかカーペットのコロコロが転がっていて、運悪くコロコロの上に体を乗せてしまい、体毛が抜けてしまうというアクシデントがありました。幸いそんなに抜けたわけではないので、ニア自身も気にしている様子はありませんでした。危うくニアと最下級飼い主が要因間違えど同じ感じになってしまったところでした。そしてニアは生後1年が経過したので、家に来たばかりに買った洋服を着せてみたら、丈が短いと感じるくらいで普通に着れてしまいました。ニアは羨ましくなるレベルで横に大きくならないので、横に大きくならない DNA があるなら分けてほしいです。家に来た当初はこの洋服と同じぐらいの大きさだったので、この1年での成長がいかに早かったかが分かります。それにしても小さいですね。この当時は体の小ささを生かしてソファーの下を通路代わりにしてリビングを走り回っていたのが懐かしです。今はソファーの下には見向きもせず、テーブルの下にお気に入りの人形などを持ち込んで隠すのが日課です。ニアは体は大きくなりましたが、二つ変わらないところがあります。一つ目は洋服が嫌いなところです。どんな服を着せても体をこすりつけて脱ごうとするので、家にいるときはできる限り裸族スタイルで過ごさせています。ちなみに最下級飼い主は裸族スタイルは許されていません。二つ目は甘えん坊なところです。今も変わらず誰かがいるとその近くにすり寄ってきて撫でるアピールをしてきます。ひどい時は30分に1回のペースになるので、くつろぐのにも一苦労です。そして最下級飼い主はニアが来てから重度のイタグレーゾン症になってしまいました。今週も苦難の労働を耐え抜き休みを迎えたので、ニアを徹底的に疲れさせるために朝6時に起きてジョギングに連れ出しています。ニアは最初こそテンション高めで同行してくれますが、走り始めて20分ぐらいでじーっと見つめてきて抱っこしてほしいアピールをしてきます。ただ抱っこしようにも最下級飼い主も汗だくなので、ここで抱っこをするとニアを汚してしまうと考えてしまい、抱っこはせずに頭を撫でるだけにして、あとは頑張って走ってもらっています。そしてジョギングを終えたらニアの朝食になるわけですが、1歳を過ぎたので成犬用のドッグフードへの切り替えを始めています。ニアは野菜よりもお肉の味が強いものを好むので、ウェットタイプのお肉とチーズをメインしたものから始めました。あとは食べる傾向に合わせてウェットタイプとドライタイプを織り交ぜながら最適な組み合わせを探してみます。引き続きこんなテンションで動画を作っていきますので、
少しでもほっこりしたら、チャンネル登録と高評価をお願いします。